さまこんにちは。モーセ姫のサブチャンネルボンバーモーセ姫へようこそ。このチャンネルでは有名人芸能人のリーディングをしております。さて今日なんですけれども、皆様グランタブローと聞いたことありますでしょうか。これはタロットじゃなくてルノルマンカードです。ルノルマンカードで今日見ていくのが、これがニューヨークにいる KK さん、そしてこちらのカードが同じくニューヨークにいる KK さんの奥さんですで、このカードを、この2つのカードをこちらのカードに今混ぜて、このカードをね全部シャッフルして、すべてのね36枚のカードを出していくんですね。まあそうすることによって、例えばお二人の距離感とか、これからの二人がどうなっていくのかというのが、わかります。かなり詳細に。なので今ねシャッフルしてるんですけれども、今日はこのグランタブローでまず KK さんと、ね、いわゆる元皇室の奥さんとの距離感とか、まあどんな問題が起こるのか、どんな流れになるのかという、まあ、見えることを、見ていこうかなと思っています。これ36枚カードを全部出すので、さあどうでしょうね。ニューヨークにいる KK 夫妻、はい、じゃあシャッフルできました。じゃあ今日は8、横に8枚、縦に4枚、そして一番最後に4枚という 8×4 のスプレッドで見ていきます。まずファーストカード、コウノトリだ。さあ子供、赤ちゃん、もしくは日本に帰ってくること。さあこれは何を表すかな。その次が山か。はい、障害などを表します。あとね、海外っていう意味もあるので、海外から帰国かな。はい、見てください。次は子供のカード。さてさて、そしてこれ幸運のクローバーです。本、船、鳥、熊、よいしょ。はい、その次、はい、出ました。これが元皇族の奥さんの方です。奥さんのカードが、マーコさんのカードがここに出た、コウノトリの下に出た。はい、じゃあちょっと見ていきます。タワー、太陽、なんか赤ちゃん来てるのかな。ライダー、フォックス、リング、ネズミ、木です。
花束。なんかね、喜んでる今。さあ見ていきましょう。道。はい。蛇です。星。魚。怒り。雲。はい、キーです。ユリ。ご主人のカードがなかなか出ないですね。ハート。ムチ。カマ。クロス。家。なんか実家に帰ってくるような気もする日本にって感じかな。はい、ここで出ました。はい、 KK さん、ご主人のカードが出て、手紙。はい、あとね、ラスト4枚を出していきます。棺桶。ワンちゃん。庭。はい、月です。ちょっとカメラを下に。はい、お待たせしました。少しカメラの位置を整えています。まずこのね、お二人のね、距離感をまず見たかったんですよ。これが奥さんの元皇族の眞子さん、そしてこちらがご主人の KK さんなんですけど、距離がねすごい離れていますね。そしてまずこのね、ファースト3カード、このお二人の流れっていう形で見ると、まずこう住居が変わるとか、それは出てるから、やっぱり日本に帰国の可能性あるのかなと思っています。ただここに子供のカードと太陽のカードが出てるから、もしかしたら赤ちゃん、来てくれるとか来てくれたっていう可能性があるのかな。で、あと一つ思ったのが、この彼女の下に花束。今彼女はですね、すごく孤独なんですよ。なんか親しい人も家族も、ね、ご主人ともうまくいってない、そういう孤独の中で、なんかこう喜び事ができたっていうのを、これはもしかしたら赤ちゃんのことかなと、そういうふうに思っています。じゃあね、 KK さんはどうかというと、を悩んでる何に悩んでいるのか、金銭的なことに悩んでる、どうしようみたいな、あ、悩んでますよ。悩んでる悩んでる。ああ、そうですか。なんか過去の流れを見てると、まあすごいですよね、リングといえ、まあこれ皇室だよねって感じがするんですけど、なんかこう今までは皇室が援助してくれたって感じなのかな。
これ私が見る限りこれ過去なんですよね。で、今は初めてかな。初めて金銭的な不安とか、仕事に対する不安とか、そういうものを今すごく KK さんは持っているみたい。ただですね、この未来の流れを見ていると、やっぱりこの2人ですよね。この2人を助けるニュース。これ先祖っていう意味もあるので、こちらの奥さんの家、いわゆる皇室とかですかね。皇室とかからの強力なバックアップが来る。ああ、よかった、やったみたいな、そんな感じになるような気がするので、やっぱりなんやかんやで彼女の親とか皇室とか宮内庁、外務省ですかね、そういうところがお金とか権力とかを与える。それも木が出てるから、半永久的に なのかな。これはどういうことでしょうみたいな。そして、このお二人の流れがどうなるかっていうと、やっぱ家が変わるっていう感じがするので、やっぱり私は帰国の流れになっていくんじゃないでしょうか。そしてですね、クロス。これ母親っていう意味もあるんですけれども、いわゆる母親の庭、いわゆる彼女の実家の近くに住むようになるのでしょうか。まずそれが思います。そして、金銭的なことを見ていると、ああ、そういうことですか。ここにお金のカードが出ていて、過去、現在、未来で見ていくんですけれども、もう仕事で入ってくるお金は断たれた。もう入ってくることはない。落ちたということかなと思うんですね、試験に。でも、見てください。ここに、リング、怒り、家。これ先ほどの皇室のカードだよねって言ったところ、やっぱりね、そこからお金が来るわけですよ。だからやっぱりもうこういう人たちかな。自立しない、できない、なんなんだみたいな。そういう感じがする。で、今回私、赤ちゃんの可能性はあるのかなって思うんだけど、決してお二人仲は良くないかと思います。ちょっと待ってくださいね。そうだな。恋愛、お二人のね、結婚生活で見ると、今確かに分岐点にいるとは出ています。いろいろ迷ってる。このまま結婚生活を続けるかとか、例えば別れるかとかね。そういう今現状なのかな。そしてこれからの流れを見ていると、母親。これが KK さんの母親なのか、ご自分の母親なのかわからないし、今の段階でね、女性の影っていうのはどうなのかなって思うんですけれども、そういう、誰かが入ってくる母親かなっていう感じがするんですけれども、入ってきて、ちょっと激しい、喧嘩とかですかね、そういう流れになっていく可能性もある。そこで、これ確かに離れる可能性あるのかな。ここ棺桶でしょ。クロスが出ているから、これですね、恋愛のね、流れを見ていると、
もしかしたらこの人、一人で実家に帰るのか、実家の近くに住むのかとかね、そんな感じを思ってきました。あ、だから、このね、KK さんは、これからの仕事のこととか、お金のことを今心配してるのかな。でも、ちょっとここがね、矛盾しますよね。この半永久的な、いわゆる、サポートっていうのが、もしこれ、別れても、サポートがあるってこと？みたいな。その可能性あるのかな？なんかこう、いろんなことを言わないことを条件にとかね。情報を漏らさないことを条件にとか、そういう可能性もあるのかな？で、赤ちゃん、もし、ね、授かったとしたら、これ月と庭なんだよな。やっぱり私、実家の近くって思ったんだけど、同じ家、実家に戻る可能性もあるのかな。そういうふうにも今、私は感じたかな。ちょっと待ってくださいね。コウノトリと手紙。これ両方考えられるんですよね。赤ちゃんのことと、いわゆる引っ越し、移動のこと。そしてユリとクマ。なんか代々の、代々の、親とか権力のある人とか、そういうものが出ているので、宮内庁の上の方の人とかかな。ここにユリか。12月、冬かな。なんか冬にこう強いバックアップが来る。そういうふうに出ているし、これが日本に帰国することでも、赤ちゃんのことでも、今何かこのお二人の状況が動き出していることは確かかなと。そんな感じがするかな。子供と太陽の右側、右側っていうのが未来なんですよね。未来にクローバーとライダーが出てるから、やっぱり嬉しい知らせが来る。ここはね、私は赤ちゃんのことだと思う。今すぐじゃなくても。これは考えられるのかな。そういうことかな。もし、ね、例えば父親だったとしたら、普通父親がね、例えば別れたとしても 慰謝料とかいろいろ払うんだけど、この人はもらうのかみたいな、そんな気も少ししています。今日見えたのはこんな感じかな。とにかくうまくいっていないこと。もしかしたら、もう今ね、こう、二人は分岐点に立ってるので、離れること、別れることも考えているのかな。そうするとなんか、実家に戻る、実家の近くに帰るような流れになる気がする。だからこそ初めて金銭的な問題で悩んでるのかな。と、そういう感じが今日は見受けられました。まあ、今日はね、こういうリーディングとなりました。また、近いうちに動画アップしていきたいと思います。もしリクエストなどありましたら、コメント欄にご記載ください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。